はいどうも、岸田です。お願いします。いや、やっぱ静岡いいとこですよ。いや、静岡いいとこです、ほんともね。静岡といえばです、うん、富士ちゃん。さんや、お前さん付けせえ、ちゃんと。お前富士ちゃんっていうの慣れ慣れしてさん付けせえもおかしいけど、まあ山やけどな。すごい山やから、ね、すごいですけどね。でも人生で一回登ってみたいわな。俺は登ったことないですからね。そうなんですよ、まあ、でももう体力ないからね。そうね、もう5号目まではもうバスで行ってね、うん、残り7号はもう歩いてる。12号あるだろ、お前。5号目から7号行ってもらったら、お前ラスト、その後半のその2号は何してんの、それ。上ついた2号は何や、それ。いや、それも登っていったらええやん。10日目までは大体イメージは。まあでも富士山といえばね、富士山や、甘えるな、お前。富士山やないよ。よう言われてんのがね、あの富士山は静岡県のものなのか山梨県のものなのかみたいな、そういう論争があるんですよ。あるんすよ。我々その部外者からして静岡ってイメージですけど、ね、だから俺もね、断然静岡県のものやと思うんですよ。あ、なるほどね。確か僕も思いますけど、ね、これ相手がね、山梨県、うん、山なしですから。いや、ドヤ顔下手やな、お前。ドヤ顔、これ何の顔なんねえ。ええねん、それは。うまいこと言わんねん。まあでも富士山はすごいですよ。すごいですよ。もう初夢で見たら縁起がいい。縁起ってもう皆さん有名ですよね、うん、これもね。一富士、二ガダルカナル、高三マサミ。なんて、むちゃくちゃなこと言い出して、なんて。一富士のみやちゃんと聞こえたもん。一富士、二なんて。二ガダルカナル、高。いや、確かにガダルカナル、高さん、静岡県出身やけど。詳しいだろ。高だけでええのに、二高。あ、二高。二高。三マサミ。三マサミって何なんですか。長澤まさみさん。確かに長澤まさみさん静岡県出身やけど、お父さん初代ジュビロ磐田監督やけど、めちゃめちゃ山原津東京経て、めちゃめちゃ知ってるやん。じゃええねん、三ナスビやん。あ、ナスビね。ナスビね。めちゃめちゃ演技できるよね。ね、静岡の方に。まあでも富士山以外でもすごいのありますよ。すごい、やっぱまだまだありますよ。やっぱ静岡といえばお茶ね。お茶ね、これはすごいですよ。みんな知ってますよ。日本一の収穫量、うん、日本のね、約 40% 占めてるというね、うん、だからこう皆さんがね、普段から飲んでるプーアル茶は、ね、緑茶やろ、大体。お前プーアル行ってないやろ。中国やろ、大体あんなのシェアは。ほとんどプーアルにする。緑茶のイメージでええねん、それ。あ、そうですか。何のプーアルのイメージね。あとはメロンが美味しい。メロンね、これもね、美味しいですか。でもね、クラウンメロン、うん、聞きます ね。マスクザメロン。何ぞプロレスラーみたいなってね、マスクザメロンって。マスクメロンでええねん。マスクメロンね。フルーツがね、もう基本的に美味しいですよ、ね、フルーツ多いですよ、調べたらね、結構ね。だってもう浜松のあの三日日みかん、三日日みかん聞いたことあります、ね。で、石垣いちご、石垣いちご、みかんいちごね。椎名りんご。いや、アーティストやから。それりんごですけど、椎名ってその地域のりんごじゃないから。あ、そうだ、違うですよ、アーティストだから。確かに椎名りんごさん2歳から12歳ぐらいまで静岡おったけど、めちゃめちゃ詳しいよ。おったと言われているけど、静岡めっちゃ詳しいよ。いや、ちゃうやんか、それりんごは関係ない。あ、関係ない、歌手の方ですからね。で、あの浜松のね、やっぱうなぎパイ有名ですよ。うなぎパイね、これ、うなぎさん、そう気になるでしょ。気になりますよ、ね、うなぎは自分の名前ですからね。うなぎのおっぱいね。うなぎのおっぱいすごいからね、あれね。うなぎパイはね、巨乳なんそれ。じゃうなぎパイってそういうことじゃないから、おっぱいやから。部分が甘いの、うなぎの。牛や思ってんの、何やうなぎのおっぱいの部分が。美味しいって。牛かお前、それ。うなぎサイダー出してんちゃうんだよ、別に。でもあれ、美味しいって言われてますよ、ね。昨日のイメージは美味しいと思う。まあでもあと僕常にね、ちょっと浜松の天気はチェックしてるんですよ。お前住んでるとこ東京でも仕事も大阪とか、なんで浜松の天気毎日チェックしてんの。浜松浜松みたいに読んでんねん。毎日読んではるやろ。毎日読んではる。浜松を。浜松やで、あれも浜松を言うてる。浜松を呼んでんだよね。なるほどね。浜松、お前浜松って言うの。あとね、あの観光スポットが多いんですよ。観光スポット多いですね。富士サファリパーク。ああ、すごいね。これはもう、こっこさん大好きですよ。動物もいっぱいおるし、そう見れちゃう。広大な敷地なんですよ。そりゃそうですよ。だからもうバスに乗ってね、あの静岡から浜松までね。広大すぎるやろ。それガチのバスやねん、それ。サファリのバスはちゃうでしょ。いろんな動物見ると広すぎるやろ、そんなもん。いろんな動物見れんで、いろんな動物、もうゾウとかね、ライオンとかね、茶畑のおばちゃんとか。いや、動物とすな。寄ってくるから。寄ってこない。チャズになるわ、もう一心不乱に。あれを動物とすな、ね、すごいよ。出すぎや、その敷地内から。ですか、うん、あと、おてんばアウトレットね。御殿場よ、ね、おてんばアウトレットとか。財布忘れるだったら、それが割引してもらうの忘れる。御殿場じゃない、御殿場や。御殿場アウトレットね。まあでも先ほど橋本さんもいろいろ詳しかったけど、あのね、やっぱ静岡ってね、この有名人の方の出身地もすごい多い。たくさんね、いらっしゃいますもんね、うん、すごい方、ね、だからスポーツ選手がまた、いや、多かったです、確かにね。お前卓球の選手わかる？卓球の選手わかるです、これ水谷隼さんと伊藤美誠さん。ピンポン。いや、正解って言うのピンポンって言うのもややこしい、卓球の話してんのに。ピンポン。正解って言うのピンポンって言うのもややこしいから、ね、正解です。
まあ、それ以上にね、このまたサッカー、サッカーも大好きです。これね、もう誰しもが憧れるね、スーパースターね、スーパースターがいてるんですね、三浦泰年。和義で行ってよ、お前。兄貴の方で行くな、お前。三浦泰年さんも、すごい選手やけど、ドーハの悲劇も行ってはったけど、エスパルスの名選手やけど、それ。ねえ、めちゃめちゃ詳しいよ、お前。キング泰よ。キング和義や、お前。お兄ちゃんの方で行くのやめて。三浦和義さんね。あ、和義さん。和安っていうアニメあったけどね、映画でね。すごい詳しい。アニメの映画あったけど。もうね、まだいてるんですよね。マサ中山。いや、ゴン中山や、中山正史さん、あれ、ゴン中山。マサ中山、マサ斎藤みたいな言うな。プロレスラーみたいな感じで言うのやめて、さっきから。キングゴンって言われてる、ね。キングカズさんや、ね、うん。キングゴンってもう全部カタカナやで、自分も。めちゃめちゃすごいですよね。すごいですよ。あと一回ね、ちょっとサッカー生で見てみたいなもん、ね。生でね、僕は何回見ても皆さんあんま見たことない。めちゃめちゃかっこええ。そう、めっちゃ楽しいです、サッカー。すごいんやろ、生で見たら。臨場感がな。あ、そう、かっこいいとこね、フリーキックとかっこいいな。ロングスローかよ、おかしいやろ。誰をどけててん、それ。ロングスローでそんなどいてとか指示無理やろ。かっこいいやろ、また。ロングスローかよ。じゃフィールドプレイヤーでええやろ。フィールドね。あれかっこいいやろ、シュートとかな。誰がパンチングのとこやねん、シュートせえよ、パンチングで弾き出さなあかんとこせえよ、やっぱりいけば、そんなとこでお前、パンチングせえやろ、がっちりキャッチせえよ、真正面にシュート出て、がっちりキャッチせえよ、お前、こんなとこお前、パンチングしたら、お前、失点につながるわ、すぐお前、こんなとこパンチングしたら、もう一回、がっちりいくだけや、お前、もう一回またはたかなあかん、キャッチせえよ、お前。いや、ええねん、ディフェンスに優しくパスの方がええねん、攻撃の起点です、現代サッカーに。いや、見たい、見たい、生で見たい、うん、ちょっとね、最後にね、ちょっとクイズ出すわ。クイズ、うん、何なんすか、急にクイズ。場所をうまく説明できない県は何や、急に。わかるか。ずっと静岡県の話してるから静岡かなと思うけど、なんかそんな場所をうまくて静岡県、なんかよくわからん。これわからんか。これね、場所をうまく説明できないってことは、うん、地図を描けないってことだよな、うん、分かるか、うん、地図を描けない、うん、地図を描けん、地図を描けん、うん、静岡県。強引やな、お前。最初の一文字目ちゃう時点で諦めろよ、お前。静岡が地が C やん、おかしいやろ、それ。いやいや、お茶を濁すな、静岡だけに。もうええわ。どうも、ありがとうございました。